こんにちはクッキーです、えー、今回の本の人生相談はメルモさんからのご相談になります、えー、転勤したのですが同職なのにその職場職場で違うやり方がまあ、慣れないということで、えー、違和感や不満ばかり持ってしまいますもちろん人にはそってみよう馬には乗ってみようの精神で良いところも探しているのですがというご相談です やっぱり職場とかね、やっぱり僕もあの転勤はないんですけれども仕事は何回か変わっていますのでやっぱり環境が変わるとなかなかね大変なこともありましたじゃあそんなメルモさんにどういう本がいいかなと思ってまあなんか職場環境の本とか、まあ、人間関係の本とか、まあ、ちょっといろいろ想像してみたんですけれども今回これがいいかなと思って小説にしてみましたじゃーんこの「派遣アニメ」っていうこの小説なんか いかかがでしょうかあの非常に面白い、えー、小説です。でこの派遣アニメの派遣っていうのはの派遣社員とかの派遣ではなくあの派遣国家の派遣で要はなんかそのシーズンそのクールっていうのかなで一番人気のあった派遣を取ったアニメというような意味での派遣アニメということでこのアニメ業界での、まあ、お仕事小説という感じになるんでしょうかねアニメに興味なくても、えー、非常に面白く読める、えー、一冊 ですしこのこのアニメというものがこの作品ごとによってチームを変えたりとかして職場環境が結構変わる中でのこのいかにいい作品を作っていくかっていうような内容でしたのでもしかするとこの職場環境が変わるでその中でうまくやっていくっていうもののヒントになったらいいんじゃないかなと思って選んでみました実はちょっと厚めなんですが非常に面白い作品ですのでおそらく楽しく 読んでいただけるのではないかなと、えー、思って今回はこの作品を選びました本当にあの単純に、まあ、読み物としても非常に面白く魅力的なキャラクターもたくさん登場しますので、えー、ちょっともしかするとアニメ好きになってしまうという弊害があったら、まあ、ごめんなさいという感じなんですが、まあ、新たな世界にも興味を向けていただくきっかけにもまなったりするかもしれません、まあ、よろしければぜひ 読んでみてください。まあ、この作品自体本当におすすめですので、えー、何かヒントになればいいなと思います。以上です。May the Book Be With You!